どうもこんにちは、ワールウサギです。こんにちは、リサです。みずみず TV へようこそ。もういくつね、もうすぐね、難波、難波だっけ、難波じゃない、開かれますよ、ドズルシャミュージアムイン大阪、イン難波、わかんねえ、どこだっけ、今日は難波、もう難波でいいや、もう難波でやるよっていうか、違ったら面白いね。この大阪経験者の私がご案内します。はい、連れてってくれるんだね、夏休み、楽しみだな。まあもう大阪行ったことないでしょ。そうだから俺あるから、一人でな、俺あるから、一人で USJ だもんね。そう、一人で USJ 違うし、ちゃんと仕事の人たちいたしね、マリオ帽子かぶってね。そう、マリオのグッズいっぱい買ってきたの。だから今日はそれを紹介する。違うの、もう出てる、やっと開封できるよ。ね、何ヶ月待ったと思ってんの。2ヶ月早くこれを開けたかったの、これカード。なんでなんでなんでそっちなの、こっちじゃないの。まあまあ、これを開けたかったの。あのかなり前にそれであれですよ、あそこに行ったやつね。もう何言ってんだか分かんないや。ドズルシャミュージアム行った時にお土産で買ったこちらのグッズたち、開けずに取っておきました。そう、あなたのために。そうね、大阪のためにね。大阪のために取っておきました、うん、そうだね。大阪できっと再販されるはずなんで、うん、果たして本当にこの中にドズルシャが入ってるのか。入ってる入ってる入ってる、確認できます、うん、期待してんのはこれね、これでしょ。ワンボックスで全種類が揃わない場合もありますっていう、これ。あ、大変。これね、そんなことあんの、うん、ただ3ヶ月前のね動画であげたこちら、こちらは無事全コンプリートできました。よかった。だからあくまでも保険だなと思ってる。作った人たちの保険。そうそうそう、なんかミスがあった時のね。で今回じゃあそっちからしましょう。揃わなかったらレアボックスということでいいですか。逆にね、開けていきましょう。うん、開けていきましょう、開けていきましょう、はい。太陽の国ってさ、もしかしてもう1年前夏じゃなかったっけ、あれって。そうだそうだよね、うん、わ、こうなってますね。なんだそりゃ。トイレットペーパーのシーン、トイレ遠くが見えるね。望遠鏡ね、うん、はい、オラフ君が大好きなやつね。あ、そうなの。オラフ君の一番好きなマイクロアイテム、望遠鏡だよ。そんなこと言ってた、うん、あのオラフ君クイズ、うんうん、オラフ君これ違う、オラフ君の望遠鏡絶対違う。これ覗くとね、オラフ君見えるんだよ。覗いてみ、ほら、オラフ君。くだらないって。くだらなくないよ。もしくはオラフ君家にあったトイレットペーパーのシーン。それはやばいね。欲しいか欲しくないかと言われる。ちょっとそれはなんで、衛生上、衛生上トイレにあったもんでしょ、うん、ちょっと衛生上。でもオラフ君のだよ。いや別にオラフ君の衛生上そうじゃなくて、誰で、別にボンさんなんか欲しいとも思わないし。ボンさんのはいらない。なんでよ。なんかオラフ君のだとさ、ちょっと清潔感あるよね。ボンさんが不潔だって言いたいのか。やめやめだよ、けなしちゃん。褒めてるよ、オラフ君をね。オラフ君褒めてるよ。え、ちなみにこれこうやって入ってたよ、こうやって入ってたよ。え、こう。あ、それ入ってたの。うん、そう、うん、前からどうするなのかってね。ああ、そうか。そう、そういうこと。だってね、みんなバーで買うかもしんないじゃん。そうだよ、うん、現地ではね、バーで持ってるから。はい、はい、じゃあ前から順番に開けていこうかな。開けてきなさい、うん、ボンさんは2番目に来るから、うん、これこれどうぞさん、うん、そこ映ってないけど大丈夫かな。あ、なんか触り心地がいつもと違う感じです、これ。はい、あ、あ、オラフくんですよ。セントオラフくん、うん、清潔な、みんな清潔、みんな清潔、うん、失礼しました。あのね、触ってほしい、マットな感じ。顔かい。ああ、本当だ、マットな感じ。うん、違うよね、いつもと全然ね、うん、缶バッジの缶じゃないね、うん、マットバッジだね。ママネイル変わった。変えましたね、多分。動画毎回かわいい、毎回違うんじゃない、ちょっとやめてくれる、恥ずかしいから。オラフくんカラーでグッドボタンよろしく、ね。で見て、この雪だるまくんもほらターバンつけてんの。それターバンっていうの。ターバンだよ、ターバン、うん、めっちゃかわいいね。あのジャングルの王者はターちゃんね。そう、オラフくんから来たの。じゃあバラバラだね。いや違う、左からだよ、箱見て、箱。あー、じゃあボンさんか、ボンさん、それボンさんかもしれん。はい、あ、違うじゃないですか、ドズドズさんで。あ、この時だよね、あの太陽の王国でドズルが筋肉筋肉って言い始めて、今でも続いてるよね。そうだね、うん、というわけでやっぱバラバラですよ、きっとね。ここでね、かぶるよ。ドズかぶり。俺が話してる時にさ、それバリ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 ってやんないでよ。音入っちゃうから。じゃあ次誰だ。3個目。はい、あ、出ましたね、イケメン。あ、認めた、認めてない。どっちだよ。キャラかぶってんだよ俺と。かぶってない、こっちでしょ、こっちでしょ、かぶせんの。ねえ、まあ、実物のパパはこっち寄りだもんね。そうなんだよ、そう、ちっちゃくてね、そう、メガネね、寝癖、そう、寝癖、うん。いや、
言うことないの。え、お兄ちゃんな、何剣士役、シーフ役っていうの、シーフ、あの盗賊とか、うん、石膏って言ってさ、その調査する、うん、先陣切って調査したりとか、そういう系の役職をシーフとかって言うんだけど、うんうんうん、そうなのかな、そうじゃない、短い剣2つ持ってんじゃないの、あー持ってそう、うん、あとは盆面ですね、お盆面、盆面、盆面、お、ボンさん来た、ボンさん。なんかボンさん面積小さい。面積小さい。あ、ごめんごめんごめん。また悪口言っちゃった。面積小さいってどういうこと？顔ちっちゃい。顔ちっちゃい。どうしても背高いからそうなっちゃうんじゃないの？ボンさんなんか背景も映えてる。そうだね。良きだね。褒めてるよ。褒めてる、ね。俺褒め上手。ボンさんは魔術師。覚えてるよこれ。この動画さ、ボンさんめっちゃ連打したやつだよね。魔法玉試したじゃん一生懸命。覚えてないの？動画見直して、太陽の国。めっちゃ連打して、思いのほか大変だったって、そうだから。うん。うん。言ってた。言ってた。うん、本当に？思い出したよ。絶対覚えてない。うん。というわけで、もう最後これね。うん。免じゃなくちゃ困る。届わない場合がありますって書いてあったからな。大阪行かなくちゃいけなくなるよ、そしたら。行かない。免のために。絶対行かない。はい。ああ、よかった。よかった。本当よかったよ。うん。いやー、面でかい。そうだね。なんかめっちゃ大きくない？もうほら。なんかもう全然違う。なんか缶バッジのサイズがもう違く見えるもん。くれないの豚だね。もうほんとそのまんまなんだよね。そう。メガネかけると特にね。うん。面はなんだ？普通にメカとか作ってんのか。鍛冶師。鍛冶師。おっさんだけ髪ない。その髪じゃなくてね。ちゃんと漢字変化間違えないでね。ハゲ散らかってるってやつですか。ハゲ散らかってない。ハゲでも整ってる人いるから。そういう時はハゲ整ってるっていうのかな。ね。ハゲのそのつるっぱげってこと？綺麗にハゲてるってこと？そう。ただのハゲや。ママがネガティブ言っちゃダメなんだって、ビジネス TV は。誰も言ってないから。でも、モーさん、このさ、キービジュアル作るときに毛量多すぎたとか言ったよね。毛量もっと減らそうかとか言ったよね。でもそうするとやっぱりイケメンじゃなくなっちゃうからね。うん、ちゃんとイケメン寄りにね、来たんだよね。調整入ったんですね。調整入りました。モーさんの得意の調整。以上ですよ。はい。うん、揃えましたよ、無事に。よかった、よかった。うん。じゃあ、今回のこのボックスも、ちゃんと揃うようにできてると。基本、揃うと思ってくれていいよね、ここまで来たらね。そうだね。うん。もう揃わなかったら、本当にショックだと思う。まあ、でも今回みたいにさ、ボックスアウトいいよね。いつもバラ売りだと、そう、絶対坊さん来ないの。から、多少値段張っても、こうやってボックス出してくれると、すごい助かる。コンプしたい人はもう、ボックスをおすすめ。こっちはね、どうするこっち。これは次回開けましょう。次回ですね。次回です。引っ張りましょう。はい。ママは欲しい欲しいと言っていた。うん。うん、そう、なんたって新しいから。ああ、ブロマイド。そう。トレーディングクリアブロマイド。うん。つまり何なんだっていうね。何なんだってね。わかりません。うん。というわけでね、お兄ちゃん潰して。やめてください。これ、見せてください、ちゃんと。今日の結果を。はい。いや、よかったですね。うん。ちゃんとコンプリートできました。はい。ドゼセミュージアムインナンバー。いってらっしゃい。はい。行ってきます。行ったじゃん。行ったじゃん、ミュージアムは。行きました。もういいよね。まあ同じような感じだったらまあいいです、同じ同じ、うん、じゃあ大丈夫大丈夫、 USJ 行こう、今一生懸命中身のやつ、いや USJ 行かないUSJ 撮ったら動画撮るんでね、ママと行きません、ママとはミジュヒとミュと行ってこよう、いってらっしゃい、家帰ったらいいね、家にいないね、どこ行ってんだ、仙台、むしろ俺が行くわそっち牛タン土産持ってくるわ、そっち行くわ俺一人でママ行ってきて USJ 俺もういいから USJ はうん、はい、また、はい、というわけでね、 USJ 行く人チャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、それではまた次の動画でお会いしましょう、バイバーイ、バイバーイ、もういくつ寝ると夏休み、夏休みには大阪行って、ドズルシャミュージアムに行ってきましょう。早く来い来い、クリスマス。今年はサンタさん食うのだろうか。待って待って待って。どっから突っ込んだらいいの？まず長いっていうところからな。そうか。